三日月さんって骨神と元の主が同じでしたよね。どんな人だったんですか？急だな。兄弟の過去が気になるか？元の主は特段変わった人でもなかったが、兄弟や元の主のこともですけど、今を共に過ごす三日月さんのことをもっと知りたくて。なるほど、そういうことか。嬉しいことを言ってくれる。しかしそれならば、今の俺について語る方が良いか？もちろん足利の頃の話でも構わんが。いいんですか？それならお言葉に甘えて両方聞いちゃおうかな。はい、わかった。これは長話になりそうだ。場所を移し本腰を入れなければな。となると茶菓子もいるな。食台切りが何やらこしらえていたようだが。それなら食台切りさんにお願いして少し分けてもらってきますね。それはいい。もうしばらく語り合おうではないか。ナマズをいいところであった。この間話しそびれたが、骨神とのことで一つ思い出した出来事があってな。本当ですか？どんな話か、またぜひ聞かせてほしいです。もちろん構わんぞ。ただし、こたびも長い話になるだろうから。お茶と茶菓子ですね。早速美味しそうなものを物色して。ナマズをどうかしたか？こうやって三日月さんに話を聞くのってもう5回目くらいですよね。話を小出しにするのって、もしかして本当の目当ては。いやいや、年を取ると忘れっぽくていかん。三日月さん。